はい、議長。13番、石田義弘君。9月定例会において、通告に従い、一問一答にて質問させていただきます。2日目の午後と、10番目というのは、私になって初めてでございまして、しっかりとやっていきたいなと思っております。今ちょうど稲刈り時期でございまして、9月に入ってからの長雨で、農家の方は大変だと思っております。しかしながら、今年の夏は異常なくらいの猛暑で、災害と言ってもいいくらいの暑さでした。議員自身も本当に暑い夏でございまして、この新たな体制でやっていきたいなと思っております。それが一転して、9月に入りますと、度重なる台風の上陸、そして追い打ちをかけるかのように北海道の地震、各地で甚大な被害が発生しました。被害に遭われた方々に、心からお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方々に深く哀悼の意を捧げたいと思います。そして何よりも一日も早く復旧することを願うばかりでございます。また再三、市長の提案にもありましたように、小矢部市のホッケー選手の活躍があります。ホッケーに携わる、ホッケーを愛する者の一人として、ホッケーの町小矢部の名を全国に広めていただき、ホッケー競技もマスコミに等に大いに取り上げられ、本当にマイナースポーツでありますが、少しでもメジャーのスポーツに上がったかなと思っております。これからもますます飛躍するよう、選手の皆さん、市を挙げて応援していただきたいなと思っております。また記憶にも新しいですが、今年の甲子園大会、金足農業の活躍で大いに盛り上がりました。また富山県代表の高岡商業においても、小矢部市出身の選手が大いに活躍し、これも小矢部の名を広げていただいたと思っております。また地元の一流高校でございますが、県大会でベスト4という輝かしい成績、もう一歩で甲子園ということでございますが、来年はぜひ2度目の甲子園出場を目指して頑張っていただきたいとともに、しっかりと応援していきたいなと思っております。それでは空き家対策について、お尋ねいたします。なぜこの空き家対策について質問しますかというと、先ほども言いましたように、今年選挙でありました。でいろいろと地区を回っておりますと、本当に空き家が増えているなという状況を本当に感じたところでございます。まず空き家の見方としては、ガスが取ってあるとか、メーターが回っていないとか、いろいろありますが、そこで、今年の3月に作成されました小矢部市空き家等対策計画について、この中で空き家の定義は、おおむね1年以上居住されていない一戸建ての住宅や、操業されていない工場、店舗などとなっております。しかしながら、小矢部市空き家等の適正管理、活用等に関する条例の中において、空き家等とは、今ほど言ったようなほかに、空き地も含まれているというような条例の内容になっております。この計画については、解体した後の空き地の考え方、活用方法についての指針も出ておりますが、もともと今現在でも空き地があると思いますが、この空き地の対応はどのようになっているのか、お伺いいたします。産業建設部長、高木俊和君。はい、それでは空き地や跡地への対応についてお答えをいたします。小矢部市空き家等対策計画では、建物を除去した後の跡地の活用についても取り組み方針を掲げております。また、活用されていない空き地につきましては、小矢部市空き家等の適正管理、活用等に関する条例において、空き家等には空き家のほかに空き地も含めると定義をしております。本計画は空き地も含めた計画として策定をしたところであります。また、計画策定時に実施をした自治会アンケートにおいては、
空き家の所在に限定した情報提供をお願いしたものであり、空き地についての情報は把握をしていないのが現状であります。今後、空き家などを除去した後の敷地である跡地や、使用されていない空き地は増加することも懸念されることから、必要に応じまして、その状況を調査し、適切に対処をしていきたいと考えております。議長、13番、石田芳弘君。ということで、昨日の林議員の質問の中にもありましたように、いろいろと市の方で、例えば解体とかいろいろ民間でされる中で、空き地が出てきます。これをしっかり対処していかないと、空き家の対策ができても、今度、空き地の対策ができないという状況にならないように、しっかりと、方策が方針を決めて、取り組んでいっていただきたい。空き家、空き家と言いますけれども、空き地も結構景観的に草が生えたり、例えば田んぼにカメムシとか、いろんな面で、被害が出ていますので、出ますので、しっかりと、取り組み、をしていただきたいと。それと、昨日も質問にありましたが、この計画の中で問題ある空き家の対処ということで、昨日の中で、特にひどい33件に対して、22件が特定空き家として、所有者と、面談とか一応されたということになっております。この件数の中で、住宅と住宅以外の件数の割合はどうなっているか、例えば、住宅の面積よりも、例えば工場、いろんな面積の方が大きかったりして、どちらかというと目立つのが住宅以外じゃないかなと思って、こういう質問をさせていただきました。その件数と、先ほど言いましたように、22件、特定空き家になりました。これからどんどん増えていくんじゃないかなと思っておりますので、増えていかないように、所有者と面談とか、所有者に周知連絡したと、昨日の答弁にありましたが、その効果といいますか、その後の対処がまた大切だと思いますので、そこら辺の方の対応等をお願いしたいと思います。産業建設部長、高木俊一君。ではまずはじめに、住宅あるいは店舗、その内訳というところをお答えをいたします。平成29年度の空き家等実態調査では、老朽危険度が高く、環境や景観に影響を及ぼしているなど、問題のある空き家の件数は、全体では55件を捉えております。そのうちの住宅については47件、また店舗については8件という内訳であります。また、昨日申し上げました22件の特定空き家、この内訳で申しますと、専用住宅が21件、店舗は1件という内訳であります。あと、個別に面談等を行いながら、特定空き家が解消されるように、私ども進めておりますが、一方で、なかなかそれを解消できないというのも現実であります。しっかりとその対応をですね、継続することで、成果を上げていきたいと考えております。はい、議長。13番、石田芳弘君。昨日の質問にもあったように、いつまでも、そうやってますね、やっぱり手続きするところはすると、しっかりとそういうスタンスのもとでやっていかないと、いつまでたっても、やりますよじゃちょっとダメじゃないかなと思っております。それとその中に、所有者不明物件として、13件でなかったかな、この中で、所有者のわからないようなのがあるということになっておりますが、この中でも住宅とその他の物件の件数、そして、この多分相続とかいろんな関係だと思いますが、その主な原因はどうなっているのか、でそのまま放置しておくのか、どうなるのかというのをお尋ねいたします。産業建設部長、高木俊一君。はい、まず、平成29年度の段階では、空き家等実態調査で、所有者の不明であるという空き家については13件であります。でその内訳は、
住宅が9件、店舗その他は4件という内訳であります。また、これにつきましては今年度も引き続いて調査をしておりまして、その再調査の結果、10名の所有者が新たに判明をし、現在のところは不明の空き家については住宅が2件、店舗その他は1件ということで、3件まで減少しております。と所有者がわからない原因ということなのでありますが、といいますか、税務課などのそういう記録を追っても、なかなか所有者にたどり着けないというようなことで、相続がされず、その後のなんといいますか、所有者を追跡できないというようなことで判明しないということが主な原因であります。議長、13番、石田義弘君。そうしますと、努力されて10名が判明したと、残る 3件ということで、その10名の方に対しても、しっかりこれから指導とか勧告とか、いろいろされると思う、残りの3件、ちょっと私も詳しくは分かりませんけれども、そのままずっと放置、法的に、これどうなんですか、この3名の方は。例えば、市の方で強制的に 何かできるとか。そういうことになるのか、そのずっとそのまま産経、面積的なものとか、その場所とかいろいろありますけれども、そこら辺の今後の対応というか、見通しをお願いします。産業建設部長、高木俊和君。所有者がわからないといえども、やはり個人の財産でありますので、私どもが軽々と例えば撤去をするとかいうことができないという実態はございます。と言いながらも、その近隣に住まれている方にとって、空き家になり、それがいろいろと生活に支障を及ぼすというようなことは、これは解消しなければならないので、昨日も少しご紹介をいたしましたが、緊急安全措置という対応をいたしまして、具体的には工事現場でありますようなパネルで覆い、例えば瓦が落ちないように、いろいろな壁が風で飛散をして、周りのものにいろいろと被害を及ぼさないように、そういった囲むでありましたり、落下の防止のネットを設けるなど、そういったことで、実際に起こる被害については起こらないようにしているという対応も合わせて行いながらですね、対応しているのが現状であります。はい、議長。13番。石田義弘君。今ほど言われましたように、所有者がわからないと言っても、誰かのものであるということは、それは十分に理解はできますけれども、そういう応急処置ばかりで本当にいいのかと、それは私もちょっと先ほども言いましたが、法律的にわかりませんけれども、そこをしっかりと法的根拠の下で何かしていかないと、いつも応急処置、結局その地域のその周りの開発ができないような状況も出てくるんじゃないかなと思いますので、そこら辺をしっかりと、いろんな方面の法律とかあると思いますので、そこら辺のしっかりと対応していただきたいなと思っております。それとこの計画期間が10年ということになっておりますが、今ほど言いましたように、例えば先ほどの定義の中で、1年以上居住されていない住宅となっておりますが、その予備軍といいますかね、もはやもうあと6ヶ月後には1年以上経過するとか、多分そういう住宅が多いんじゃないかなと思っております。少子高齢化、高齢化とか、跡取りがいないというか、もうそう誰もいないとか、でも入院しておるとか。いう感じでなっています。そうすると、この空き家の数が増えるんじゃないかなと思っておりますので、早急な対応をお願いしたいなと。それで、昨日もあったように、市のこういうのを見ると、なかなか数値目標というのは出てこないような気がします。ここにはいろんな何パーセントアップという話も昨日ありましたけれども、例えば空き家の活用方法、空き家に対する、5年後にはこれだけ減らすんだという、そういう数値目標をしっかり立てて、
危害を見せるというのはちょっと言い方語弊になるかもしれませんけれども、当局のそういう姿勢を示していただきたいと思いますが、いかがなものでしょうか。産業建設部長高木俊一君。はい、今議員申されましたように、空き家対策計画は2027年度までの10年間の計画としております。本市における空き家をめぐる状況、老朽危険空き家の除去率、あるいは新たな空き家の発生件数などの動向を見極めまして、空き家の予防、利活用の促進、除去の推進などについて、できるだけスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。はい、議長。13番石田義弘君ということでございますので、だからしっかりと目標数値しっかり立てて、今、平成24年から29年までもう129件増えておりますね、この計画によると。言ったら、この550件を10年スパンじゃなしに3年、5年、7年とかいう感じで、自分らにしっかりその目標を置いて、しっかり取り組むんだという姿勢で、目標とか立ててやっていただきたいなと思っておりますので、そういうことも踏まえながらやっていただきたいと。まあ、足りない分はまた委員会の方で話させていただきます。で、次に行きます。空き家基地情報バンクの利用状況ですけれども、最新のホームページ見ますと、ナンバー78ということになっておりまして、登録件数が22件になっておりますが、これちょっと確認ですけれども、これ平成19年から始まっておると思いますが、で、有効期限が2年間再登録は認めるとなっておりますが、平成19年から78件が登録されたということで、よろしいんですか。企画政策部長、渋谷純一君。はい、空き家・空き地情報バンクの利用状況についてであります。本市の空き家・空き地情報バンクは、平成20年3月に設置し、議員ご指摘のとおり、現在まで空き家63件、空き地15件、合わせて78件の登録がありました。登録後は、バンクを通さずに、他のルートで制約されたなどの理由で、自ら登録を取り下げられたものが、空き家30件、空き地4件、合わせて34件ありまして、またバンクを通して制約となったものが、空き家21件、空き地1件、合わせて22件ありますので、平成30年8月末現在の登録件数は、再登録というものがありまして、再登録をしたものを含めまして、空き家12件、空き地10件、合わせて22件となっております。なお、再登録につきましては、平成30年度から可能とし、登録の有効期限を2年と定めておるところでございます。はい、議長。13番石田義弘君。20年からですので、いいわ、78件というのは、担当課として、まだ多種とかいろいろやってると思うんですけれども、この数が多いと思われるのか、少ないと思われるのか、それと、この制約率ですけれども、ここ通してない方、通した方もおられて、今ほど数字ありましたが、それについても、この実績に対する当局の考えはどうでしょうか。企画政策部長、渋谷純一君。まず制約率につきましては、全国の平均であろうかと思っておりますが、その伸び方は、やはりアウトレットが、来ましてから、その制約率は、伸びている、そういうようなふうに捉えております。また、空き家と空き地の登録および制約率についてであります。これまでバンクを通して制約となった件数、バンクを通したものでありますが、先ほどもお答えしたとおり、空き家が21件、空き地1件でありまして、これにより空き家につきましては、63件の登録に対しまして、21件の制約で、制約率は 33.3%、
空き地につきましては15件の登録に対して1件の制約であり、制約率は 6.6% となっております。ただ空き家バンクを通さずに民間の不動産を通されたものもございますので、制約率は多いのではないか、そのように感じておるところでございます。13番石田義弘君。そういうことで、まあ、いろいろとこれからも、ね、利用していただければいいかなと思って、それとこのちょっと登録内容を見ておりますと、やはり砺波地区特有といいますか、まあ、町中の家とやっぱ村部の家、なかなか、まあ、極端な話、100坪ほどの家をね、なかなか買うような人は、ね、今少子高齢化で少人数、ね、単独家族いますから、中で大変難しいと思いますので、まあ、そういう物件等については、まあ、地域とか、またいろんな業者さんとかで、いろんな方面の取り組みも考えていかないと、ちょっと難しいんじゃないかなと思っています。それと、この計画の中に、利用促進についてということで、バンクを知っている、今後利用したいという方のアンケートが全体の2割ということになっておりますが、これ利用率、まあ、550件の中の78件ということでございますが、ちょっと少ない、今ほど言ったように、この登録すると、結構制約率も上がるようなことも言われましたんで、今後、この利用率の目標をどれぐらい、または利用促進策はどのように考えておられるのか、お尋ねしたいと思います。企画政策部長、渋谷淳一君。砺波の三居村ということで、まあ、見とりましたら、やはり町と村部、物件は半分半分のものがあります。で今、村部のもの、古民家をこう求められることも多いということで、需要はありますし、古民家等に活用するという、そういう補助、除雪制度も設けてあるということで、大いに砺波地方の古民家であっても、大きい家であっても、需要はあるものかなと思っております。また議員ご指摘のとおり、平成29年度に実施しました空き家の所有者に対する意向調査というものがありまして、バンクを知っていた方は全体の 20.4%、今後登録したいと回答された方が全体の 24.5% で、まだまだ利用は少ないのかなと感じております。お尋ねのそういうふうに感じているところでございます。利用促進策としましては、平成20年1月からはバンク利用者を対象に、賃貸の場合は所有者に対しまして上限5万円、売買の場合は所有者に対して上限5万円、購入者に対し上限10万円を助成しているところでありまして、平成29年度には全国版の空き家バンクにも登録することで、市内物件に対する県外からの問い合わせも増えているところでございます。13番石田義弘君。この計画の中の、まあ、いろんなアンケートを見とりましても、この空き家をどうすればいいか困っているアンケートが多い中で、今ほど、まあ、いろいろ言われましたけれども、その方たちに利用してもらうような方策、例えばお金を払いますというのも一つの方策ですけれども、そういうしっかりと利用して、こういうメリットありますというのをしっかり訴えていただきたい。それとやっぱ目標ですけどね、やっぱ今までの倍やるとか、そういう意気込みを一つお願いしたいと思います。企画政策部長、渋谷淳一君。まずいかに利用してもらうかということで、まずやはり候補が一番かというふうに思っております。今現在市ではSNS 等を利用して広報に努めておりまして、また市内の不動産業も通しまして広報に努めていただいているところでございます。また目標設定につきましては、親ベルネさん総合戦略、ここで平成31年度までですね、累計制約件数30件、今は現在22件でありますが、31年度までにまず30件だいぶ上がりますが、そういうような目標を掲げておりまして、目標に向けて頑張りたいと思っております。はい、議長。13番石田義弘君。まあ、31年までですか、もうちょっと元気出して、もう10件20件増やすように
努力していただきたいと思います。次に、空き家相談会ということで、今年、6月27日、8月29日、に、実施され、その後、10月、12月、2月と、今年3回実施されて予定でございますが、この相談会の内容といいますか、相談会を受けて、東京が感じたこと、そして今後、これをどう生かしていくか、もっともっと頻繁にやりたいのか、そういうことをちょっとお伺いいたします。産業建設部長、高木俊一君。空き家に関する市民からの相談に、ワンストップで応じるため、今年度から新たな取り組みとして、ホーム、不動産、建築などの専門家による空き家相談会を開催しております。これまで2回開催をいたしまして、空き家の管理やその除去などについて、合計5件の相談を受け付けて対応いたしております。また、今年度はこのあと3回開催する予定としておりまして、引き続き開催の周知に努めてまいりたいと考えております。13番、石田義弘君。このアンケートの中にも、どこに相談すればいいとか、そういうような回答等もありますので、やっぱりこういう機会を利用しながら、いろんな場所等々で人が集まるようなところとかで、こういうのをやっておりますというような PR しながら、次年度以降も続けていただきたいなと思っております。次のシルバーキアサポートサービスについてですけれども、これ平成29年からということで、なんかシルバー人材センターと、なんか提携しながらやっておられるということですが、これちょっと内容とどういうサービスかちょっと説明していただけますでしょうか。民政部長、山田博明君。お尋ねのシルバー人材センターにおけます空き家サポートサービスにつきましては、平成29年6月から開始されました、空き家の外側から見守り点検を行う事業でございます。まず実績についてお答えをさせていただきますが、平成29年度の実績につきましては、8人からの申し込みがあり、見守り点検等の延べ実施件数につきましては、15件となっております。また本年の4月から7月の状況ではございますが、7人からの申し込みがあり、見守り点検等の延べ実施件数は7件との報告をシルバー人材センターから受けているところでございます。なお申し込み人数と延べ実施件数が異なっておりますのは、申し込み者1人に対しまして、見守り等のサポートサービスを複数回実施しているケースがあるということでございます。なおサービスにつきましては、空き家見守り、基本1回当たり2300円という金額を設定しておりますが、そのサービスにつきましては、繰り返しになりますが、建物の外側からチェックシートに基づいて、異常がないか点検するものでございます。外壁、外損、また屋根の状況、雑草、反物の状況などを確認させていただくものでございます。それに加えまして、少し追加料金が発生しますが、もう少し詳しいですね、緊急の災害の点検とかですね、場合によっては除草、剪定などのそういうサービスにつきましても、少し別途料金になりますが、対応をしていると伺っているところでございます。はい、議長。13番、石田義弘君。今探しておりましたらパンフレット出てきました。これはシルバー人材センターの方が行かれるということでよろしいでしょうか。民政部長、山田博明君。シルバー人材センターに登録されている方が伺って外側からチェックを行うということでございます。はい、議長。13番、石田義弘君。管理していくにはいい取り組みだと思いますが、この点検内容は
先ほど部長が言ったように、状況確認が主な目的、もしここで異常が見つかった場合は、当然、所有者の方に連絡されるんじゃないかなと思いますが、そういう事後ですね、点検した、点検しました、壊れておりましたじゃ、この意味がないんで、そういう後はどういうような対応がなるんでしょうか。民政部長、山田博明君。このサービスを申し込む場合については、お客様といいましょうか、申し込み者の、連絡先等々が記載することになってますので、その連絡先にまず異常が生じているということを連絡させていただきながらですね、あとは例えば、その新たに何か補修とかですね、対応するということになれば、例えば関係する、例えば工務店、またはですね、シルバー人材センターとのさらなるその契約といいましょうか、相対になりますので、まずもってこの今、この空き家サポートサービスにつきましては、まずお点検して、その異常の有無について報告をさせていただくというような内容となっております。はい、議長。13番、石田義弘君。このサービスは大変いいと思いますが、これで空き家の損傷とか確認するということで、これ自体が私、空き家の解消にはならないと思いますので、そこら辺の先ほど、ほら、いろんな施策、市でやられておりますが、そういうことを踏まえながら、しっかりとこのサービスを踏まえながら、空き家の解消に努めていただきたい、それとちょっと余談でございますが、シルバー人材センターの、募集の広告がたくさん出ておりまして、シルバー人材センター、あんましよくやると、人対応大丈夫なんでしょうか、ちょっと通告にはないかもしれませんけれども、関連で。民政部長、山田博明君。今、登録されている人数は約360人の方が登録されておりまして、親部の場合は、あんまり大きな増減がなく、若干はその登録人数が少なくなっているということも伺っておりますが、今ですね、そういう会議等々の場におきましては、なんとか頑張って維持をしているということも伺っているところでございます。はい、議長。13番、石田義弘君。シルバー人材センターの宣伝をするわけではありませんが、これ、60歳からでございますので、市役所を定年されましたら、すぐ登録してあげれば、皆さんの優秀な知恵がありますから、大いにシルバー人材センターも喜ばれるんじゃないかなと思っております。次に自然災害の対応ということで、私、これ考えたときは、夏の猛暑、本当に冒頭に言いましたように、連日、猛暑日が続く中で、本当にいろんな面で大丈夫かなという意味で質問したところ、先ほど言いましたように、9月に入ってから台風がいっぱい来まして、台風の方の被害の方がひどいかなと思っておりますが、そこら辺を踏まえながら、まずこの猛暑、台風等について、まずは農業関係ですね、水不足とか、例えば養鶏、養豚、稲葉山の、ね、牛関係とか、人間でさえ熱中症とかなるような暑さですので、そこら辺の方、なんか影響があったか、そして対応はどうされたか、お伺いしたいと思います。産業建設部長、高木俊和君。はい、猛暑並びに台風などによる農業への影響についてお答えをいたします。水稲につきましては、中山間地域の一部で水不足による干ばつ被害がありましたが、 JA 稲葉管内においては大きな被害はなかったと把握をしております。また出水した稲穂が水田全体で40%から50%に達する出水最盛期につきましては、平年よりやや早めであります。また8月31日に北陸農政局より発表されました2018年産水稲の作柄概況については、平年並みと予想されております。先日水稲早生天高区の初検査が行われ、昨年より
未熟粒が少なく、粒揃いもよく、相対的な品質は平年よりもやや良という結果でありました。JA 稲葉管内におきましては、今月8日前後がコシヒカリの刈り取りの始まる時期と予想されておりましたが、今回発生しました台風21号、そして大雨の影響によりまして、刈り取りが遅れております。刈り遅れによる胴割れ米を発生させないためにも、少しでも早い時期での収穫を呼びかけているところであります。また、養鶏養豚につきましては、各畜産農家が猛暑対策として独自に関連施設を随時整備しており、大きな被害はなかったと聞いております。また、稲葉山のメルヘン牛につきましては、牛舎に扇風機を入れるなど、暑さ対策に努めまして、今のところ大きな被害は発生しておりません。以上であります。13番、石田義弘君。あまり、災害がなかったよかったなと思っております。次に、教育現場ということで、今、テレビ等々で、他市では小中学校のエアコン云々と言っておりますが、小矢部市は、小中学校のエアコンはもうついておると思いますが、その中で、学校教授とか部活動、いろんなイベント等での、対応と対策、がどうであったかお伺いいたしたいと思います。教育長野沢俊夫君。今回の夏の猛暑に対する学校での対応等でございますけれども、まず小学校では休み時間の外遊びの自粛、あるいは環境省が発表いたします熱中症指数が高い場合、あるいは各学校のプール開放基準を満たさない場合は、夏季休業中の学校プールの開放中止、またはプール活動時間の短縮等を実施いたしました。次に中学校では、部活動におきまして、活動時間の短縮やこまめな休憩時間の設定、休憩はエアコンの効いた教室で休ませる、などの対応を行ったところでございます。その他一部の学校では終業式の開始時刻の繰り上げや、あるいは野外活動の際に生徒へ塩飴を配布するなどによりまして、熱中症防止の対策を行ったところでございます。はい、議長。13番石田義弘君。いろいろ学校、夏休みということで、なかなか周知も難しかったかなと思いますが、先ほど言いましたように、エアコンの中で、できるということは非常に良、かったということで、これも田原市に先駆けて実施したことがあんまり今となっては本当に良かったなと思っております。それと今ほどもありました熱中症ですけれども、富山県、今年の7月、8月、真夏日、通常30度以上ですね、それ7月、8月、富山県では51日間も真夏日があり、そのうちの猛暑日35度以上が22日間、なんせ7月、8月は、先ほども言っておりますが、選挙で回ったっていうのは、本当につらいくらいで。なんとか乗り切ってきたというのが、ほんまに現状でございます。そこで、過去3年間の7月1か月だけですけれども、県内の熱中症による救急搬送ですけれども、今年の7月は380人、昨年が175人、一昨年が114人と、昨年の倍、一昨年の3倍、搬送されて、おられます。7月だけ、富山県ですよ、見ると、一番多い日が 7月21日の31人、7月6日だけがゼロということで、本当に、新聞市場も常に熱中症の、小矢部市何人運ばれましたとかということで出ております、特に高齢者が208人と、本当に、増えておる
次第でございます。そこで小矢部市の現状とその熱中症、特に高齢者に対する対応、そして、市民に、まあ、後ほどまた防災無線とかで言いますけど、どういうふうに啓発とかされたかというのをお尋ねしたいと思います。総務部長、貝本武史君。では私の方からは熱中症にかかる搬送状況をまずお知らせしたいと思います。まず、ね、熱中症による搬送件数につきましては本年5月からですが、5月から9月10日までの集計では33件の搬送がありました。平成29年度に比べまして9件の増加でございます。また年齢別の搬送状況につきましては18歳未満が4件 12.1% になります。18から65歳未満が12件 36.4%、65歳以上が17件 51.5% となっておりまして、昨年度と比較しますと18歳未満は3件の増、18歳以上65歳未満では1件の増、65歳以上では5件の増となっております。ちなみに発生場所、熱中症の 発生場所につきましては33件のうち屋外が15件 45.5% になります。屋内が18件 54.5% になっておりまして、これも昨年と比較しますと屋外が5件の減、屋内が14件の増ということで、屋内での発生が、多かったというふうなことでございます。はい、議長。石田義弘君。一般的に私ら思うのは、この暑い中に草刈りしとったとか外で何かしとって倒れるというのが熱、今聞くと屋内の方が多いということは、まあ、いろいろ高齢者の方に聞くと、なんかエアコンつけたらとってもったんないやで、自然と消すがやというような方もおられて、やっぱりエアコンをしっかりつけてください、そういうのをテレビとかでいろいろ啓蒙言っておりますけれども、市もというかね、ケーブルテレビとかでやっておったりしますが、やっぱりいろんな、というかな、民生とかいろんなもの通じて、やっていくと。それとちょっと熱中症対策として、まあ、エアコンの使用、そして外出を控えるというのが一般的ですけれども、今ほど言われましたように、屋内でもなるということになると、いろんな資料を見ておりますと、直射日光が入るのが一番ダメなんで、例えばすだれとかブラインド、そういうのもだけでも結構対策になると。だからそういうふうな市民へのどういうかな、情報提供をやっていただきたいなと思っておりますし、たまたま猛暑の熱中症、まあ、これから今度寒くなってきますので、 そういうことについての情報提供といいますか、対策を今後どのように考えておられるのかお伺いいたしたいと思います。民生部長、山田博明君。私の方からまず高齢者に対する熱中症の対応等々についてお答えをさせていただきます。毎年夏季においての、まあ、熱中症対策につきましては、まあ、長寿会をはじめ地域で高齢者と接することの多い各団体に対しまして、水分摂取のお勧めや活動時の留意点などについて、まあ、リーフレット等を用いて繰り返し注意喚起を、まあ、行ってまいったところでございます。特に今年は早くから気温の高い日が継続していたことから、6月には民生委員児童委員協議会の会合時には、まあ、うちわやリーフレットの配布に合わせまして、まあ、一層の声かけおよび見守りを依頼するとともに、在宅の要介護要支援認定を受けた高齢者の在宅支援を担当しております居宅介護支援事業者および介護認定を受けていない、まあ、一人暮らし、または高齢者のみ世帯を訪問しております在宅介護支援センターからの、まあ、訪問時に個別指導を、まあ、お願いしたところでございます。
具体的な内容といたしましては、今、議員ご紹介いただきましたが、まずはやっぱりエアコンの効いた室内で、いていただくことが、一番予防につながるのかなと考えております。また広報等につきましては、広報及び7月号には、熱中症に注意をと称しまして、熱中症の症状とその対応予防法について掲載し、啓発を行ったところでございます。具体的には熱中症の症状が確認された場合につきましては、まずは涼しい場所に移動していただく、または衣類を緩めていただくとか、早々にですね、身体を冷やしていただく、体を冷やしていただくというような内容で、広報を図らせていただいたところでございます。今後もですね、関係機関との連携のもとに、高齢者の皆様への地域での声がけや、見守りをお願いするとともに、必要に応じまして、熱中症予防などの情報や指導が行き届くように取り組んでまいりたいと考えております。はい、議長。13番、石田義弘君。今年の夏の教訓として、また、異常気象の発生が非常に多いですから、また次年度以降、いろんな対策を講じていただきたいなと思っています。次に、今度、簡潔で観光への影響ということで、人の流れとか、いろいろ新聞読んでおりますと、エアコンとか、アイスクリーム、ジュースの売り上げが上がったと言っておりますが、そこら辺の関係も踏まえながら、どうやったかお願いいたしたいと思います。企画政策部長、渋谷純一君。はい、私からは観光への影響についてお答えをいたします。本年開催されました、いするぎ曳山祭り、小矢部の姉妹祭り、津沢豊あんどん祭りの小矢部三大祭り、花勝負祭り、メルヘン小矢部、源平加入祭り、メルヘン劇団の小矢部三大イベントにつきましては、前日に台風や大雨が心配された行事もありましたが、すべて開催当日は天候に恵まれ、無事開催することができました。メルヘン小矢部源平加入祭りでは、猛暑による観光客入り込み数が心配されましたが、ミスト扇風機を配置するなど、十分な熱中症対策を講じたことから、人でも多く、売り上げにつきましても、暑かったことにより、かえって飲料水などの売り上げが好調でありまして、個々に水分補給をされておりました。観光への影響はほぼなかったものと考えております。はい、議長。13番、石田義弘君。事前にそういう対策をされておったということで、やはり早め早めの手当てといいますか、対策が必要であるなと思っておるということでございます。次に、昨日もありましたが、防災無線について、であります。例えば、今、防災無線が鳴ったとしても、多分誰も気づかないと思いますよ。たまにこの会場に、本会場によって、サイレンの音がちょっと聞こえるかなと、たまたまケーブルテレビがありますので、ケーブルテレビには多分出てくると思います。で、昨日もあったように、防災無線が聞こえにくい、当然家の中では、特に今年みたい夏、エアコンかけとった時に窓開けておる人なんかいませんので、閉め切り、車に乗っとるとエアコンで閉め切り、暴風の場合は当然、窓を閉め切ってあるということで、なかなか防災無線が聞こえない、そういう中で、昨日は電話応答サービスを開始すると、言われました。個別無線機はちょっと無理かなということであります。それでちょっと確認しましたところ、4月から8月までに365回の防災無線の使用があったということでございますが、そのうちの306回は朝夕の、多分チャイムじゃないかなと思っておりまして、本当の防災無線というか、ちょっと言い方おかしいですけど、59回、これは熊情報ということでした。私はちょっとなかなか熊
あ、無事でも安井町でも熊出ましたが、その時防災無線になったかなと思っておりますが、なかなか59回も4月からなったかなと市民の人も思われるんじゃないかなと思っております。私何を言いたいかと言いますと、ある人はね、防災無線で何を言ってるかわからないと、なってるのはわかると、だから昨日言われたように防災無線になったらこの電話応答サービスで聞けばいいんじゃないですかというのは、まあ大変いいこと。それとあと、まあ SNS とかいろんなね、新しいものを使ってやると。それともう一つ私言いたいのは、それは聞くだけですね。例えば皆さんが車を運転していて、前から赤色灯をつけた消防車救急車来たら、あ、緊急車両やないと分かるでしょ。それが後ろから音で聞こえないんですよ。回転灯回るから、あで窓を開けるとサイレン鳴ってるから横へ避けようかと、それは視覚で確認するんですよ。だから私何を言いたいかというと、例えば洪水時危険氾濫水域ですか、人間誰でも見に行きたいんですよ、どうなってるか。そういう時に防災無線で当然言われると思いますし、例えば橋の街灯に回転灯をつけて氾濫水域になれば回転灯が回るとか、例えば小矢部市にこの前の暴風警報が出た場合は、小矢部市で一番高いのは今のところクロスランドなんですよ、クロスランドタワー。それか稲葉山の風車、赤にでかい回転灯つけて、赤の場合は警報発令中、黄色の場合は注意報、ちょっと極端な言い方ですけれども、聞きながら聞いて新たなところへ情報を求めて、車、例えば熊が出ましたと言っとっても、何回か流れたってそこ行った人しか聞いとった人しか分からない。例えば熊出たところへ新たな人が来たって、例えば赤色灯とか何とかついておれば、あ、何かあったなと、じゃどうすればいいの、言ったら市役所へ聞こうか、言ったら その周辺で熊が出ていますよと、そういうような対応できないかなと私は思っておるんですが、この防災無線の整備、それでその市民への情報発信の手段についてどのようにお考えかお尋ねしたいと思います。市長、桜井森雄君。非常に石田議員さんのご提案は検討に値するご提案だというふうにまず申し上げておきたいなというふうに思います。で、昨日今日と非常に自然災害についての質疑が多かったわけでございますけれども、災害は忘れた頃にやってくるという名文句は、物理学者の寺田寅彦先生の言葉でありますけれども、先生は関東大震災の後に、その災害は再び進化をしてやってくるというような言葉も言われておりますけれども、まさに近年の自然災害を見ておりますと、本当にそうだなというような感じもいたしております。したがいまして、これからやっぱり、その想定外のと言われる災害に対してもやっぱりしっかりと対応していかなければいけないというふうに考えております。で、その中で、先ほど来ご指摘がありましたように、今年度の予算におきましては、防災行政無線の電話応答装置を設置することにいたしました。で、これは今契約も完了いたしまして、年度末には、運用開始ができるという作業を取っておりますけれども、なかなかやっぱりその防災行政無線はなかなか聞こえんというようなことは、今年18箇所でタウンミーティングを開催させていただきましたけれども、その地区地区で非常にその声も非常に多くございました。で、今それに代わるような何か、伝達方法を考えていこうということで今町内で協議をしておりますが、さすがにクロスランドにそういう回転灯をですつけるとか稲葉山につけるとか、そういうところまで、ちょっと行くのかどうかは分かりませんけども、しっかりと今検討してですね、
していきたいなというふうに思っております。まあ、回転等々につきましては、やっぱり消防署等の関係機関ともしっかりと協議をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いを申し上げたいと思います。はい、以上。13番、石田義弘君。今の一つの問いもありましたが、例えば防災無線の使用となると、例えば親目が決壊しましたと言ったら、当然防災無線で決壊しましたから、皆さん避難してください。それは事後なんですね。鳴る前に防災無線を鳴らすということで、先ほど言ったように、危険を察知するのは聞こえてくるのと、自分で聞くのと、目で見ると、目で見るということは、やっぱり回転灯とかなんとか、例えば、橋の街灯、これはほら、市じゃなくて国交省、鬼怒川の氾濫で国交省さんは、すぐ川の堤防をアスファルトにしていただいて、そういうのは早いんです、国交省は。で、そして各橋に何とかが、渋谷川とか小矢部川、あれはなったときに上から見る、ためのあるでしょう。そうじゃなしに、各橋に先ほど言ったように、なんかな、危険ですよ、まあ、回転灯でも、なんか遮断機までもあれだけど、そういうような、事前に情報を知らせるような工夫、まあ、今、市長も稲葉山とクロスランドはちょっと無理は言われましたけれども、そこが一番目立つところなんですよ、親指がどこからでも見える。そこか、各小中学校とか。だからそういうふうな、まあ、これ私の一つの意見ですけれども、なんか皆さんの方がもっと知恵があると思いますので、そういうふうな感じで、しっかりとこの防災無線を有効に、防災無線でなったと、じゃあ何かというのをすぐに市民に分かるような方法、だから今言った電話応答サービスとか、そういういろんな諸々のサービスもこれから検討していっていただきたいなと思っております。まあ、時間ですので、まあ、今回、まあ、新たな議員の中で、12人の方が質問に立たれるという、これは大変いいことだなと思っております。それだけ、まあ、新たに洗礼を受けた議員一人一人が、親部のことを思っているということでありまして、この本会議でいろんな新たな、本当に、新鮮な意見も出てきましたんで、それらの提案をしっかりと受け止めて、次年度の、まあ、予算編成とかにしっかりと、この提案を取り入れて、12月、3月の議会には、9月の議会で言ったことが取り入れ当たったなと思われるような予算編成にしていただきたいなと思っております。以上で私の質問を終わります。